滝沢さん決まりましたか、はい、ふっと見えた今太郎さんの解明とちょっと似てますけど。あ、そうですね、はい、太郎さん買いたかったのは本当1331折り返しして、あ、ごめんなさい、あ、ちょっともう変えようと思ってる。変えますか、変え。でももともと太郎さんが予想していた買い目に似てる1331、3着に24、本当ですね。ただちょっと2着に4もしっかり滝沢さんは入れての、なんか3番も幅広く、3番の選手が調子いいみたいな、点数以上に自分がいいんだみたいなコメントをどっかで読んで。あ、本当ですか、はい、新聞とかですか。それ、はい、それを当てにして。でも自力ってコメントしてますからね、3番の選手も。はい、お、セレブも購入できました。はい、今回は1、3折り返し、うんうん、折り返しの2、4でいきました。お、これは2、4、5、7が主導権取って前走って、最終的に3、1がまくりに来てっていう感じですかね。そうです、はい、いいですね、ありそう。オッズもありそうですか。意外とつくんですね、それに1000ポイント入れてるのか。そうですね、面白い。そこそこまたちょっと、ね、当たればちょっと増えそうな感じで、うんうん、はい、東京締め切り残り2分を切りました。一緒だから自信できました、自信が。あ、できました。太郎さん結局変えました。2点に減っちゃいました。あ、2点に減った。3-1の場合は結構あのみんな前行きたくなくて、うんうん、スローな展開になるかと思ってるんで、はいはい、そうですね。3-1の場合は2が3着で、うんうん、1-3の場合は4が3着っていう風に、うん、あの絞っちゃいます。より1点あたりの重みを強くするために。そうですね、だいぶちょっと買い目からも厳選されて2点切ってしまったから、うんうん、多分この切った2点が来ることが多いんですね、こういう時は。ってことは私が当たるってこと。そういうことです。その通りです。だいぶ、では配当見ていきましょう。2社単14、1680円、3連単143、4450円でした。すごい滝沢さん、かっこいい。1000ポイント買ってるのすごいわってコメント来てますよ。 さっきの当たってたからね、ちょっといっぱいかけれましたね、うん、オッズはチェックせず、まあ、1000ポイント全部均一で入れて。これ均一じゃなかったですね、実は。あ、実は違った、うん、ちょっと500円が混じってるはず。あ、はい、奇跡で1000ポイント入れてた、よかった。増えたんですかね、だいぶ増えましたよね。ちなみにピックアップデータでもこんなデータ紹介していたんです。まあ、1番の荒木さんが 18%、 山崎さん 25%、 今回絡んできましたね。ただ1番の荒木選手本当にいい走りだった。すごい、ね、1回ね、5番に番手取られて取り返して、で自分打ちついて1着だ。終わったダメかと思いましたね。ダメかと思いましたよね。でも本当惜しかったですね、太郎さんも。もう少し点数絞らなくてもいいんじゃないっていうコメントとかもありました。でしょ、うん、そう思うでしょ。そうすると相当押しに対して戻りが少なくなっちゃうじゃないですか。そうですね、ただ3日間当たらなかったりするんですもんね。そうです、今日見れないかもしれない。まあ、3日後に再チャレンジお願いして。でもタッキーすごいって来てますよ、コメントでも。タッキーすごいわ、ね、残したからですよ。そうですね、黒沢さんも残そうと残した。残す気になれば残せたんですけど、そういう言い方教えてくださいよ。勝負に出ちゃったよね。でも当たったらひどいの。でも惜しかった。そうそうそう、マジ惜しかった。いや、マジ惜しかった。そうなんですよ、その前もですけど。でも私もちょっとそれも思ったんですよ、プラスで終わることも。だいぶ回収率変わってしまって、あの太郎さんは 37%、より低かった。そして黒沢さんも 53%、 そして滝沢さんは 105%。 105%、 最後当たらなかったからですね、きっと、うん、さあ、それでは皆さん今日もありがとうございました。明日もぜひ見てください。それでは最後に黒沢さん一言お願いします。はい、今日は負けてしまったんですけれども、最後までドキドキワクワク、とても楽しかったです。競輪大好き。かわいい。